ここからは空をリポート、空リポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。本当に昨日の予想通り、はい、今日は各地で厳しい暑さとなりましたね。本当にそうでしたね。もう県内各地で30度を超える真夏日となり、はい、今シーズン一番の暑さとなりました。午後1時過ぎの三条市内です。肌を焼き付けるような日差しの強さです。少し風はあるんですけれども、気温計を見てみますと32度を示しています。三条市の最高気温は 32.8 度、最も高かったのは新潟市秋葉区で 33.4 度を観測するなど、各地で真夏日を記録しました、はい。まあ、今日は新潟市中央区でも、もう午前中に30度を超えまして、はい、今シーズン初めて真夏日となりました、はい。もう県内28の観測地点のうち25地点で今シーズン一番の暑さとなりました。そこで涼を求める人も、うん、めっちゃ暑い、でかい、うん、おいしい、でもこんないっぱいだと頭がピンとしちゃう。一方、三条市内の水辺リング広場で日差しをしのぎながらキャンプを楽しんでいた人は、いや、もうめちゃくちゃ暑いですよね。真夏かなっていうぐらい本当暑くて、ちょっと暑すぎて朝とかちょっと間違ったかなと思ったんですけど。はい、まあ、梅雨入り前からこの暑さはちょっと体に応えますよね、うん。いや、その通りですよね、うん。実際に今日ですね、消防によりますと、はい、県内で熱中症の疑いで救急搬送された方は7人いらっしゃったということなんですね、はい。この暑さで県内大気の状態が不安定となっています。現在の雨雲の様子見てみましょう。はい、この時間局地的ではありますが、上越と中越の山沿いで雨雲が湧いていまして、一部でざっと強く降っています、はい。で、今雨の降っていないところでも今夜あと数時間は急な雨や落雷に注意をしてください。さあ、そして明日も、強い日差しが照りつけそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日日本付近は朝鮮半島付近に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われるでしょう。で、県内は山沿いの一部で午後にわか雨の可能性もありますが、はい、広い範囲ではまた概ね晴れる見込みです。で、明日の予想最高気温を見てみますと、いや、また上がりますね、はい、30度近くまで上がりまして、はい、夏本番の暑さのところがほとんどでしょう。長岡市や阿賀町では明日も真夏日となりそうです、はい。で、この暑さ少なくとも今週末までは続きそうなんですね。こまめな水分補給を心がけて、室内では無理せずエアコンを使うようにしてください、はい。まだ暑さに体が慣れていない今だからこそ、はい、無理は禁物ですね、はい。本当にその通りですね、はい。